はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 FF タクティクスチャプター4、続きをやっていきたいと思います。前回ですね、雷神シドからエクスカリバーを譲り受けましたので、まあもうこれで無双状態でしょう。やっぱりね、この永久ヘイストが強いよね、本当に。あれ、あとリフレクトメール装備してんじゃん俺。これってリフレクかかってんの？永久リフレク、あ、いいねこれ。あ、じゃあずっとこれリフレクトメール装備しとこう。これで魔法対策も万全だし、あ、もう無敵だラムザ。さすがに召喚魔法とかはね返せませんけど、クロマ同士の魔法くらいだったらもう余裕でしょう。いや、もうこれこっからは無双動画になりますね。じゃあ次、貿易都市ザギドス進んでいきましょう。街が2つ続くね。ボロっちい街だな。お花いらない、たった1ギリよ。え、花かい。あ、これあれか、クラウドイベントか。 FF7 のクラウドが出てくるんで、それのイベント系ですね。まあ、一応エアリスに見立てているというところです。どうしたの、花を見たことがないなんて言わないでしょ。もちろんさ、買ってくれるわよね。いや、これもらおう。女の子の頼みだ。1ギルだろうが、今1万ギルでも買ってあげるよ。もうそんなお金いらないから。エアリス、この1万ギルで君を買おう。エアリスじゃないけどね。花を買ってくれる人なんて少ないのよね。この人ってさ、花育ててんの、それともそこら辺にある花を摘んで売ってんのかな。どこかに私をここから救ってくれる素敵な男の人はいないのかしら。だから言ってんじゃん、1万ギルで買ってあげるって。1ギルっていくらなんだろうね。あら、ごめんなさい、あなたに言っても仕方ないわよね。1ギルで花が買えるってことは1ギル1円ではないよね。花を買ってくれて本当にありがとう。じゃあね、1ギル100円くらいかな。こんなご時世だもんな。あ、終わっちゃったよ。戦闘はなしか、完全にイベントだけだね。じゃあ次、ちょっと待ってね、セーブはしておく。ではゲルミナス山岳行きましょう。あれ、暗黒騎士のアビリティってどうなってんだっけ、そもそも。ああ、そうだ、ここだともうできねえんだ。まあ大丈夫っしょ、別に。ヒットポイント吸収のやつね、なんだかんだ言って役立ちそうだったけど、もういいっしょ、もういいでしょう。人間系か、よく待ち構えてるなと思ったら単なる山賊だったし、ここを通りたいなら有り金全部置いてきな。爆裂弾とか、なんか名前なんなん、どうなの。おっと、剣から手を離すんだ。出ないと命まで失うことになるぞ。頭、そいつ異端者ですぜ。しかもえらく高額なギルのかけられた賞金首だ。有金を巻き上げるよりも殺して首だけ異端審問会に持ってった方がいいんじゃないですか。そういや、手配書で見た面だな。俺たちが賞金稼ぎみてえな真似をするのも気が引けるが、ギルのためだ。やっちまえ、バカが。帰り討ちに会うのはそちらの方だ。ラムザ、完全無視だし、こんな隠した話すことなど何もない。これどこまで、あ、行けるね、隣まで行けるわ。行こう。一瞬にして頭を潰す。 82% か、まあ当たるっしょ。当たった、567。さあ、頭は潰した。今ならお前らの命を助けてやってもいい。来るか、この強さを見ても来るか。ゲ、やばい、鎧がパクられる。リフレクトメール、パクられた。ゲ、リフレクトメールって売ってんの、ひどくね。やるな、本当に。ちょっと俺舐めすぎてたわ、こいつら。俺の大事なリフレクトメールを絶対許さない。無駄だそんな。54くらい、
でももう火力の高い敵はいなそうだからね、忍者潰したから。シーフと弓使いでしょ所詮。まあ盗賊だからね、ここは単なる紹介イベントだよね。なんかまた戦いづれな、ここ先にシーフぶっ倒しとこう。これエクスカリバとかパクってくんのかな、756とか。お前はマジで許さん、一切の手加減すらしない。次下のシーフ倒して早っさすがエクスカリバー。あーちょっと山岳地帯だからあれだね、ここ行ける。横からこいつ倒しちゃおう、倒せるやつから倒す。 49% なんで、何装備してんだこいつ。かといってね、メンテナンスをつけるアビリティはさすがにもったいないんだよね。1個使っちゃうから。メンテナンスってどこの部分だっけ。オートポーションの部分のはずだから、ちょっと山降りよう。この上からだと戦いづらい。あ、イービルデッドがあるのか。でもイービルデッドって自分の周辺だからね。あの高さに影響されない技がいいんだよね。ちょっと遠い、ここここそイービルデッド使えるんじゃん。ちょっと使ってみる。何ポイントあったのか分かんねえんだけど、自分中心だから。そして自分の人とどれくらい変だろう。252か、84減って252はちょっと危険すぎるな。技の威力見合ってない。でもイーディルデッドってあれだよ、なんか暗黒系って書いてあったから、なんかエクスカリバーって完全に聖剣じゃないですか。だからちょっと相性が合ってないのかな。63、ここって狙える。あ、狙えるね。殴ったこと全然。999とかカンストした。また俺の番だ。身を守っているけど届かねえかな、ここまでは。じゃあウェポンバッシュでいいや。あー倒せる、すーえ。自分の身を守っていたところでリフレクトメール、この恨みは忘れん。あのシーフもこっちに来てるけど、正面から行くか。最悪さ、パーセンテージ悪かったらさ、ウェポンバッシュでよくないか。あ、こっちは全然いいわ。ウェポンバッシュ、希望を絶望で覆い尽くせみたいなこと言ってたよね。貴様らに希望などない。いや、リフレクトメールはだけはちょっとショックだな。殲滅はマジで簡単にできたけどさ、失ったものも大きい。返せリフレクトメール。フェザーブーツ、ゲルミナスブーツいらない。あ、そういえばここ見てなかったね、ザギドス。ちょっとショップを見よう。でもここいうところはね、多分騎士系のやつは売ってないんだよね。なんかちょっと分かってきた。ほら黒装束とかだし。あれ、そういえばさ、ポーションどうなってる。あ、78個あるわ。ゼルテニア城、リフレクトメール、リフレクトメール。あ、ある。でもクリスタルメールの方が強いのか。110。あれなんだこれ。え、なんでなんでなんで、リフレクトメールの方が強くね。130で永久リフレクでしょ。まあいいか、ちょっとこれ3つくらい買っとこう。で、1回ここに行って敵が出るとめんどくさいからセーブをします。じゃあ次、ポエスカス湖、湖ですね。足場が悪そうだね。もうやっぱりね、武器破壊とかね、そう、パクられるやつが一番怖い今。ポエスカス湖、エクスカリバーはパクられたら完全リセットしますね。それはモンスター系、しかもここもなんか資料のところか。湖って書いてあるけど水なくね。我々の眠りを妨げるのは誰だ。貴様は成績を持っているのか。ならばその成績をよこせ。それがあれば我らはもっと高い次元に行けるのだ。完全ラムザ、もう何にも反応しないな。
こんな奴ら相手にするまでもない。でもこいつは呪われたやつだからさ、暗黒拳効くのかな。よし、まあ、モンスター系はねもう横から殴れば 100% になるんで。陰陽師どこまで来る。それなりに動いてくるね。ここの湖はもうなんか全然錆びれた湖なのかな。召喚師はさすがにリフレクトメールで返せないからね、届かない。ウェポンバッシュの方が使いやすいな。345いけるね。強い。もうウェポンバッシュで倒せるようになるとマジで楽だわ。遠距離もいける。もう早い。どうしよう、一回待とう。じゃあここはガッツ叫ぼう。リフレクトメール返せー。もう買ったけどね。あとウェポンバッシュが何に依存してるかだよね、攻撃力的なもので。よし、このあ弓使いはでもこっちまで来ないか。結構みんな遠くから狙ってきそうだな、弓使いとかだし。長い。じゃあラムザ、このまま近くまで行けないか。もういいや、進んじゃおう。行けるとこまで行く。で、まあ、叫んでおくか。もう一回戦場で叫びまくるラムザ。今のところスピードと攻撃力が上がるっていうところがいいよね、まあ、勇気はもう高いからね。陰陽師何してくるんだ。普通に攻撃してきた。無駄なこと。早い。本当だったらな、サンマスのところにいたらこいつら2人とも攻撃したいんだけど、275と239か。どうなんだろうね。ちょっともう1回だけやってみる、イービルデッド。せっかくだから2人入るし。あ、一応足した。あー、416、123、めちゃ減った。ちょっとヒットポイントの減りが半端ないな。そして攻撃力の依存が本当に分かんない。何なんだろう。陰陽師の方は400当たったけど、あっち200くらいしか当たんなかったしね。倍くらい違う。207。いや倒す。ちょっと待って、召喚師、召喚師が今のところ一番危険。7.5 の4。7.5 の4って当たんなくね。ウェポンバッシュは、ウェポンバッシュも当たんないよね。じゃあこいつ倒しとこう。あれ、ここそんな高低差ある。俺ジャンプ力いくつなんだろう。バークレーってさ、攻撃してくれればさプラス30にはなるよね。いや、やっぱり暗黒拳結構危険だな。ヒットポイントの減りがちょっと凄まじすぎる。いや回ってくるね、早いわ。こいつ倒しとこう、後ろから。え、あ、999か。99かと思ったら全然違った。さらに俺、いや、エクスカリバーマジで鬼だわ、強すぎる。 90% か。確実にいこう。ウェポンバッシュ598とか。これやっぱ攻撃の物理攻撃力に依存してんのかな。確実に攻撃力は上がってるっぽい、叫ぶ2回やったことによって。あのヒットポイント吸収するやつってアンデッドにやると逆に回復されちゃうんだよね。
フェニックスの、フェニックスの、なんだこいつら。なんか幽霊と戦うとさ、毎回フェニックスの手に入るよね。二人蘇らせることができる。蘇らせないけど、別に。ダイスダーク。あれ、こっちに座ってるの誰？あ、ローファルか。なるほど、我々の調停に応じる気はないというのですな。さよう。我々は閣下の悲願であったイバリースの統一、すなわち奴らにオリナス王を真のイバリース王として認めさせるまで我々は戦いをやめるつもりはない。あ、こいつオリナス派か。ベオルブの名がこの地にある限り貴公らの好きにはさせぬ。誰のおかげでラーグ公を暗殺できたと思いか。これはいいなこと。ラーグ公は南天騎士団が送り込んだ刺客の手によるはず。それとも刺客を送り込んだのは貴公らだというのかな。あくまでも我々に協力しないというわけですか。我々が本気になれば神殿騎士団など簡単に潰せるのだ。それを忘れてほしくないものだな。我々ですか。ところでベスラで北天騎士団の陣地を襲った毒が何であったか覚えていますか。モスフングスの胞子から抽出した毒素だったと思うが。その通り、この毒は大量に飲まない限り命を失うことはありません。しかし微量といえども長期間にわたって服用を続けると中毒死することがある。中毒死といっても風邪に似たような症状を起こすだけのため、本人の自覚症状は極めて薄く、気づいた時には手遅れになっている場合がほとんどです。確か亡きお父上は風邪をこじらせてお亡くなりになったそうですな。何が痛い。ダイスダーグ殿は毒についても詳しい知識をお持ちと聞きます。だから何が言いたいのだ。モスフングスの毒に侵された死体を埋葬するとモスフングスそのものが生えてくるそうですね。ご存知でしたかな。つまらぬ話でしたな。そうそう、教皇陛下よりお預かりしたものがあります。これはミュロンドに伝わる聖なるクリスタル、ゾディアックストーンです。信頼の証として教皇陛下よりお預かりいたしました。どうかお納めください。ザルバック。では、そのままランベリー城へ進んでいきましょう。ここも連戦か。ランベリー城、城門前。ランベリー城はエルムドア公爵だよね確か。てかエクスカリバー装備してるから進みがマジで早い。だいたい1回につき2話くらいしか進めなかったのに。ランベリー城、城門前。人の気配がしない。無人の廃墟というのは本当なのか。入り口が開いてるぞ。嫌な雰囲気がする。この気配は、そうだ、キクレインやベリアスと対峙した時のあれだ。ようこそランベリー城へ。あ、しまった、セリアとレディがいるのか。戦闘不能対策してない。待ってよったわよ坊や。私たちが手厚い歓迎をしてあげるわ。あ、ちなみにセリアとレディ人間じゃないんで。熱いベーゼで殺してあげるから逃げちゃいやよ。クソ、やっぱり罠か。ちょっとセリアとレディは危険だな。ここでアルテマがランニングできるんだっけ。例によってしないけどさ。どうする。近づくのは危険だな。こいつら飛び降りてくるかな。高低差があると飛び降りてくる可能性があるからね。俺高低差に弱いから飛び降りができないんだけど。みんな上にいるね基本。暗黒剣がちょっと高さに弱いからね。垂直2だからな。叫んどくまた例によって。ちょっと状態異常だけが怖い。
後ろの方に下がっとこう。なんとなくだけど来た。セリア、え、こっからチャームとかマジ終わったわ。誘惑された。いやそりゃセリアからさ誘惑されたらさチャーム状態になるわ 100%。 誘惑したとかもう、でもさ自分一人だから何すんだろう。あ、こいつヘイストなんてかけられんの。来た。あ、こいつもう降りてくる。降りてこれる移動力はあるけど、528ってすげえヒットポイントあんな。待って、チャーム対策と戦闘不能対策両方は無理なんじゃないか。攻撃してこない。俺何するんだろう。レディに向かってった。セリアスピード1、エール送ってる。誘惑されたからね。セリアにやったか。こっちセリアだよね確か。セリアのスピードが上がった。誘惑されてエールを送っている。いや美人には弱いからね、まあ、美人には弱いっていうか女の子に弱いだけだけど。早いからまたなんかやるぞこいつ。エール、あ、自分にやってる。これやる必要あるかな。どうしよう。誘惑はでもいつか切れるよね。いつかふとね我に返る時がある。死にそう。これでも死ぬぞ。あ、なんかアルテマかこれ多分。もう戦闘を見るだけになってしまった。誘惑が解けるまで。こいつら近づいてくるけど攻撃してこないね。ヘイスト、あ、ヘイストか。またそうか、自分にかからなかったからか。これ3人対象になる。この位置だとセリアがヘイストになった。うわ、こいつもヘイストになった。全員ヘイストかかるんじゃないか。ミス、化け物にはかからない。治ってないね。全然治らねえわ。エール、あ、自分にエールか、まあ、自分にエールする分には全然いいからね。ここから攻撃されない。ここはもう高低差的に食べる。治ってくれ。もうでもここまで強化すればさ、治ればこっちのもんだよね。いいね、ここの位置は攻撃されないっていうメリットがある。そして全然攻撃されねえし。早く治れ誘惑。そんな簡単には誘惑治んないよね。だってここも攻撃できないでしょ。なんか俺は今本当何をしているんだ。こいつらも攻撃してこないしさ、すげえジャンプ力だな。あ、パンダ、エール、浮気しだした。レディーにエールを送っている。今度はいや、これは平等な愛だな。早くマジで治れ。早い、ラムザガチで早い。そしてアパンダにエールを送り出した。そんな趣味はないけどな。さすがに怪物にエールを送るのはないでしょう。ジョブポイントがめっちゃ溜まってんな。みんなヘイストだね。こいつヘイストしかやることがない。リボンみたいなものが欲しいんだよね。あったっけ、その全ステータス無効にできるやつ。ステータス以上を無効にできる。セリアはもう本当に攻撃できないんだな。あのさ、1個下のところさ攻撃できそうな気がするんだけど、ダメなの。全然戦いが進まないんだけど。まあ、治らないとね。ヘイストかかってるからさ、あの治るまでにめちゃくちゃ順番回ってくるんだよね。あ、来た、ここここ。あ、攻撃者してくる。144、まあ問題はないけど。ぶん殴られてさ誘惑解けないかな。
までやって死ぬとか、ゲストップかよ今度、影縫い。ストップはでもそれなりに早いからな、溶けるのが。あ、なんかやってる。これこそアルテマか。もう今フリートークの場面だからね、完全にモンスターに囲まれて。あ、攻撃。あ、でもストップかかってるとさ、多分オートポーション発動しないんだよね。アルテマ、アルテマって識別すんの敵味方。高低差は結構あるな、ね、でも191か。いや、まずいな、普通に死ぬな。ここまで時間取らせて死ぬか。191、あ、やばい、これガチで死ぬ。いや、なんか踏んだり蹴ったりだな。セリアに誘惑されて、レディにストップさせられてやられるっていう。しかしそれも本望。この子のためならば。ヘイストが切れた。俺のストップはいつ切れるんだ。これ死んだね、これで確実に死んだね。死んでも本望だ。ちょっとステータス対策しよう。ブレイザー外してきます。うおー、やられた。いや、君らにやられるなら仕方がないことだ。でも熱いベーゼで殺してくれなかったね、遠距離。なんかさ、バレッタがあるんだけどさ、これ女性専用なんだけど、リボンそうか、リボンは女性専用か。これ超装備して戦闘不能無効、ストップ無効、チャーム無効とか、すごくない？でもラムズはもう無理だよね。ラムズの性別は変えらんないからね。マジか。まあ、一応じゃあこれでいきましょう。雲海の腕はこれがね、チャーム無効なんで、まあ、ストップは最悪そんなに長くないから、一応この装備でいきます。では再戦いきましょう。で、ちょ、暗黒剣のね、ブラッドウェポン、これで高さがないんで336か。ブレイサーを外しちゃってるからな、一発では倒せない。どうしようかな。まあ、いっか、狙うだけ狙ってみる。いや、ガッツ叫んでから、ちょっと一回こっち進んで、もう進んでいこうで叫ぶ。これでちょっと上げる。一回これでブラッドウェポンの攻撃力が上がるかどうかだよね。もうとりあえず誘惑はされないんで。正面に来た。今度何？ストップ。まあ、しょうがない。影縫いとかもう最悪なんだけど。で、戦闘不能にしてくるかな。ドン開く。いった！二刀流か、そういえばこいつら。ちょっとこれ握手だったな。やっぱり攻め込むのはダメだ。もうちょっと手前で止まっておくべきだった。あいつの射程に入ったのがそもそもの間違いだ。いや、ステータス以上が本当にきつい。どうするこれ。これアルテマ食らって終わりじゃん。169。あ、もうこれで終わるわ。いてーな、振り殺された。難しい。いや、ここ本当に難しい。さて行きましょう。で、今回はですね、あのジャンプを覚えてきました。で、全然ダメじゃん垂直ジャンプ8まであるんだけどな、これ届かないか。あ、11と 2.5、 これは無理だな。届くかなと思ったけど、この高さ無理だ。で、ここまで行くとあいつに当たるから、ちょっとジャンプ無駄だったな。こっちはいける、こっちはジャンプできるけど、こっちジャンプできねえ。2.5、 0.5 足りねえのか。ここが
じゃあこっから行けばジャンプできる。そうだね、ちょっと一旦ここにしよう。で叫ぶはないからちょっとこのまま、結局ストップなんじゃ。あ、そうだ、こっちの端にいてストップが切れるまでちょっと待つ。これなんだ、わかんねえ。また攻撃か。カエルとかもうやめてほしいんだけど、カエルになったらマジでやめる。アンデッドって何？こいつらほんとここやべえな。ランベリー城対策が立てられん。何何となった、ちょっと連打してて分かんなかった。ストップ中は回復できないからね。バイオラか。あ、バイオラがあれだ、多分ステータス以上ランダムで引き起こすんだな。よし、ミス。ヘイストかかってるからさ、ストップも早く終わるとかないの。今度バイオガだし、いだアルティマ、アルティマも何気に強いからね。そこまでのかっこよさはないけど。あー、もうダメだ、膝ついてるよ。セリアが来た。せめて最後は君の手で死にたい。こんな化け物どもに殺されるくらいだったらって言っても、この2人も化け物は化け物だからね。人間の形をしてるけど、人間の形をした化け物でもそっちの方がいいでしょう。同じ化け物だったらせめて可愛い子の手によって。アルテマこれ死んだわ。ストップ対策だってもうできないよ。ストップ外すつけるとチャームが外れるからね。いや、暗黒剣一発で殺せるだけの火力を出すか。じゃあよし、じゃあまた。で今回はね、もうなんか何回やってんのって感じだけど、物理攻撃力をマジで上げてきた。力出す気装備してプラス2で、ブレイサーも装備して、頭はね、ねじり鉢巻き装備できないんで暗黒騎士。一応これで暗黒のブラッドウェポン一発で倒せるかどうか。411、よし倒せる。こいつさえ倒せればあとなんとかなるから、いける。ブラッドウェポン、お前のヒットポイント、お前の命をもらう。完全にこれ闇の剣と同じだな。倒した、よし。でレディの方はもうこっちまで来れないから、1人倒せば2人いなくなるって なんないかな。妹を返してほしいなら勇気を出して中へ進みなさい。はい、あなたのためならば。あ、いなくなりそう、中で待ってるわ、早く来てね。行きます、行きます。あ、いなくなった。なんだ、敵全員倒せって言ってるけどこれで終わったわ。いやー、つらかった。ちなみにね、もしこれでダメだったら竜騎士の皇帝サムシを覚えて、もう一気にジャンプして直接攻撃を仕掛けようかと思ったんですけれども、なんとか火力を上げていけましたね。いや、なんかさ、最初無双するとか言っときながらこれだからな。いや、でもなんとかなったわ。ちょっと最初の方やべえと思ったけど、エルムドア公爵か、ここは。ベリアスもキクレインも行ってしまった。これで生き残っているのは我々だけ。あとは狭間に囚われているアドラメレクぐらいか。アドラメレクのことなら心配するな、すぐにこっちへ呼ばれることになるだろう。相応しい肉体が見つかったのか。ああ、成績があの男を選んだ。かつて彼らが我々を呼んだのと同じように、肉体を選ぶのは成績自身。そうか、あとはあの究極の力を持つ血塗られた聖天使を復活させるだけだ。
そうすれば成績の力を借りなくとも、いや、ふさわしい肉体がなくとも自由に行き来できるようになる。聖天使にふさわしい肉体を見つけたのか。よもやあの娘ではあるまいな。聖天使にふさわしい肉体は一つだけ。おそらくあの娘に間違いないだろう。あとは聖天使の魂が漂う使徒への入り口を見つけるだけ。やつが参りました。かっこいいよね、登場の仕方が。城内へおびき寄せましたが、いかがなさいますか。完全に女に釣られてるからな。待っていたぞラムザメ、リオファネスでの借りを返させてもらおうか。侮るなよ、奴は強い。あのベリアスでさえやられたのだ。私のことは心配するな、ここは任せておくんだな。貴公は首都への入り口を早く見つけるのだ。わかった、くれぐれも用心するのだぞ。ちょ、仲間意識はあるねこいつら。よし行くぞ。はい、というところで、まあなんとかねセリアとレディエ撃退することができて、まあやっぱりね綺麗なバラにはトゲがあるということで、女の子には気をつけないといけないですね。俺はもうすぐコロッと行くからね、コロッとまあそんなわけで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。